どうも、こんばんは。ワドツです。今日は2019年1月の25日金曜日、夜の19時30分です。よろしく。イヤホンないわ。カレオさんいらっしゃい。メンホンイツイツドラドラ。メンホンイツドラドラ。親親前提なのかな。あ、親じゃないか。8000、4000。メンホンイツドラドラ。12000いく？倍満じゃないか。ハネマン？わかんねえ、全然わかんねえ。頭回んねえ。コラボ枠でーす。バイマンか。え、バイマンって1万6000じゃないの？このバイマン、あ、そっかそっかそうだこのバイマン、はい、ワドツ。昨日はがっつり話したね。珍しく1時間ぐらい喋りっぱなしだったけど、でもなんかな、なんか時代変わったなって思うのがさ、面白い話してよっていう人が増えたよね。それってすごく良くない現象で、面白いことやれよ、面白いこと話せよって一緒に作ってる感覚じゃなくなったんだよね。多分投げ銭とともにね、少し配信が変わった文化があって、変わった部分があって、何が変わったかって、お客様になっちゃったんだよね。リスナーさん自身が自分は客だっていう意識に変わったような気がする。だから一緒に昔は楽しもうっていう文化で、リスナー配信者の距離がだいぶ遠くなっていったかななんて思ってるかな、最近は。
なんか対等じゃなくなったよね、すごい。なんかそのギャップに戸惑ってるというか。愛はどっち？だいぶ配信変わったんじゃないかな、ここ最近で。時代が変わったんだね。例えば、まあそれもそうなんだけど、面白いことやれてよっていうのもそうだし、あともう一つはね、カマチョが増えたね。なんかほんと出会い系サイトみたいになってるよね。出会い系サイト。ね、参加者がどんどん減ってる気がする。なんか多分動画見てる感覚なのかもしれないよ。疲れが抜けないな、なんか。最近の画面、昔のピンクのミュージックビデオみたいな、魚眼感。昔のピンクのミュージックビデオ。ああ、魚眼、そうっすね。なんか、そうなんですよ。なんか、ふわっちがなぜか、アプリ内で寄るんですよね。うん。げんちゃんこんばんは。寄っちゃうから、だから、コラボの時だけなぜか弾くんですよね。パンク？昔のパンク。ああ、昔のパンクミュージック確かに魚眼多かったな。確かに。メロコはかっこよかったな。メロコはまたブームになんないかな。音楽とか全然聞いてないもん。もう30過ぎて新しいものを取り入れなくなると本当だね。とつまち、何とつまち？いや、何とつまちでもないっすね。なんか、こう、聞きたいこととか言いたいこととか、ある人が、こう、上がるって感じで。生活、どうやねん。どうやねん。
生活ってどういうこと？普通に毎日生きてるよ。生活どうやねん。生活してるよ、普通に。風船ありがとう。あ、なんか風邪っぽいな。なんか体調悪い。すげえ稼ぐらしいですね。誰が？俺稼いでないよ。他の人は稼いでるよ。俺は稼いでないよ、全然。米消しの意味が分かんないよな。消すなら書くなよ。もしもし。あ、どうもです。若干羽織るかもしれないんですが、スペインの友達が来ているもので、紹介しようかと思って。スペインの友達いるんですか？そうですね。友へ達というか、いわゆる、恋恋人ではありませんね。人。俺の、ピアノの普段伴奏してくれたりする人です。ピアはニい、スこんト？ばんこんばんは、日本語うま。は。ああ、少しだけ。どうも、マイネームイズワード。ああ、ナイスとミートユー。マイネームイズヤンディ。ヤンビ？ヤンディ。ヤンリ？ヤンディさんですね。ヤンリさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲンちゃんだってピアノやるじゃん。ああ、そうなんですが、実は自分は声楽科だったんですね、大学の方が。なもんで、歌の方が実は専門で、で、彼はピアノを弾いてくれて、クラシカルな曲をやるときに、彼がピアほう。ノを弾いて、自分が歌を歌う感じなんです。へえ、はい。すげえ。コンビを組んでるって感じなんですか？そうですね。あ、今度は自費出版ではあるんですが、CD を出すときに彼が伴奏を弾いてくれて、自分が歌を歌うとか、そんな感じへえ、でやってすまげす。え。ゲンちゃん、なんでそんないかつくなっちゃったの？あと。これ もともとこんな感じだったんですけど、この間、髪切って丸坊主になった時の方が珍しいかもしれないですね。あと、丸坊主知らな眼い鏡んだをけ変えど。たっていうのもあるかもしれないですね。眼鏡をなんか変えたのは。俺の知ってる白髪でロン毛でなんかスーツっぽい感じのイメージだから、
そうなんか急にやからみたいになってるからびっくりしたんだ。こう髪の毛切ってそれでなんかうん、染めたらまだ、うん、白くなってないぞっていう状態ですね。そんな感じ。あ、そんな感じなんですね。いやどうもどうも。それでうん、どうですか作品の方は。うん、作品、映画ですか？映画の方、どうでしょう？あ、全然、絶不調です。全然、全然不調ですね。不調なんだ。全然、金も人も集まらなくて、脚本も進まなくて、頭抱えてますね。うん、自分たちの方は、ね、はい。We are everyday 英語できない。We are everyday live. We have everyday live. Have ですね。毎日どこで演奏してるんだっけ、源ちゃんって。バー？まあバーみたいなところとか、あとは、うん、カフェとかホテルとかで5カ所か6カ所ぐらいね、場所があって。毎週1回ずついろんなところを大体回っていくっていう感じで。すげえ。なんで彼はね、ポーランドの方、ポーランドでピアノ弾いたこともあったり、あといろいろ沖縄で弾いたこともあったり、いろんな場所でピアノを弾いてきた、来てる方で、俺よりも全然ピアノお上手な。Very good ピアノプレイヤー。どういう出会いだったんですか、ヤンリーさんとは。まあ温泉に行った時に、彼が筋力を鍛えてたんですよね。それ温泉で。ベリーマッスルボディーとかで、そう、俺が喋りかけたのが初めで、でもそれからしばらく間が空いて、あるレストランで、はい、ピアノを弾いたりする人募集してますとかっていうので、俺自分が行ってみたら、はい、そこで彼がいて、それで、はい、まあ、あの時の、Do you remember me? とかって言って、それで銭湯で筋トレしてる外人だってなったんですか。筋トレなんですね。なんで銭湯で筋トレしてたのか聞いてください。Why you, you have, 筋トレ that, 富士の湯。Why? I do every day. Every day. 毎日毎週マッスルが筋肉つけたいって毎日やってたそうなんですよ、ね。おお、なるほど、なるほど。ちょっと聞かせてくださいよ、コラボで。でもね、この間俺なんでこれピアノ弾かなかった、うん、ペダルないんですよね、今。ペダルがライブ会場に全部持ってっちゃってってて。ああ、なるほど。そう、それペダルないと結構ね、格好悪く聞こえちゃうの。はい、ああ、なるほど。強弱がつけられないですね。そう、ボーンって伸びるって音ができないっていう。うん、ああ、なるほど、なるほど、うん。それだったんですね。なんか、ヘボイピアノに聞こえちゃうっていうのがあって。ほう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 。おぉ。キーボードがね、3つ4つは持ってるんですけど、はい、でもその一番いいやつをいろいろライブ会場に、はい、で使い回してるんで、うん、ベストなピアノが今ない、うんうん、これはまあ一応なるけど、あんまりいい音が、うん、小さいアンド、ノットグッドサウンド、うん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 、なるほど、なるほど、ゲンちゃんはプロデビューみたいなものを目指してんの？メジャーからのお誘いは昔あったんですけど、2回ほど。はい。だけど、はい、断ってます。うん、なんで？いや、歌い手だと逆にね、スタジオ代とか取られるケースが多いんですよ。え？この間ね、ある、映画の、映画の主題歌を歌ってらっしゃる方がいるんですけど、有名な映画のね、その人と知り合いなんですけど、はい、その人も一番初めスタジオ代とかを歌い手がこう負担するっていう。どういうこと？そういうのがあるんですよ、結構。ほー。そうだからレコーディングするときに、うん、コンポーザーはとりあえず安全な場所にいて、うん、マイナスには絶対ならないと。
でも歌い手がその中で一番軽い役どころなんで、うん、その人が初めに、はい、あのそのスタジオ代を負担したりだとかするっていうのをその人もお聞きしたし、しかもプラス自分も東京に来た時に某、はい、某テレビのドラマを歌ってるらっしゃる方も、うん、初めそんな感じでだって俺もみたいなこと言ってらっしゃって、100万ぐらいはかかっちゃう。いい。ヘボイストだと200、300万くれとかって言われたりする場合もあるらしくて。マジですか？そういうところもあって、それで、はい、まあ、とりあえず、まあ、はい、インディーズとか自費出版で初めやって、はい、行こうかなと。ほうほうほう。逆に言うと、まあ、メジャーは目指してないけど、音楽で、その活動でずっとやっていくって感じなんですか？インディーズでやられる方も結構なパーセンテージ向こうに持ってかれるんで、はい、だったら一つ一つプロに頼んで、例えばミキシングだとかをプロに頼むだとか、はい、ここを何かに頼むだとか、自分たちで動いて、それで、はい、自費出版でやろうと思って今やってるところなんですよ。はいはい。でもそれって大変じゃないですか。それで生活してくれて。まあ、ありますね、うん、あります。例えばミキサーとかも、はい、こうやって、ミキサーも自分でこうやって買ったりしなくちゃいけないし、うんうん、まあ、パソコンにミキサーにモニター2台一応持っておいて、うん、ミキサー、ミキサーあれじゃないですか、ミキサー結構簡易的な AC06 じゃないですか。そうそう、簡易的なやつですね。でもこういうミキサーはこれ使うんですけど、はい、ミキシング作業の時には、はい、うん、プロの方にお願いするんだ。タクを持ってる人に頼むんだ。僕あれなんですよ、昔 PA やってたんですよ。あ、そうなんですね。ライブハウスの。なるほどなるほど。はい。あ、PA さんだとね、やっぱりトラック数めちゃくちゃ多いやつで、はい、そうですね。ハイカットとかローカットだとかいろいろされてね。そうですね、うん、大変。そうなんですね、うん。そんな感じなんだ。そうですね、そんな感じでやってます、ね。うんうんうん。うん。うん。まあまあまあ、そんな。何さんでしたっけ？ヤンリーさんは、はい、あれなんですか、世界中旅しながらピアノ弾いてるんですか？No, no. What 全然英語喋れないじゃん、ゲンちゃん。ホランダ。もうポーランドじゃないじゃん、ゲンちゃん。全然違うじゃん。オランダと日本だけみたいですね。なぜ日本に？ Why you came to Japan? Business. ビジネス。ほう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 。そうなんだ。ピアノはじゃあ、ピアノが毎日やってるんで、はい。ピアノが仕事なんですか？ピアノ is your job? Yeah, now no job, no job.ノージョブ。ああ、俺、ボランティア。あ、そうなんだ。ボランティアでやってるの。取れなくて、ボランティア。うん。いやいや。へえ。労働ビザも、ね。そうなんだ。うん。そうなんだ。いや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 、だから。いや。うん。No many people。いっぱいいっぱい見てるねってね。うん。No. 40人ぐらい。41 person now watch this broadcast now、うん、今日少ない、うんうん、Today is little person、うん、まあ、俺まあそんな感じで、うん、まあなんかヤンディのこと紹介しようかなと思ったなって、うん、ああ、ありがとうございます。どうもです。じゃあそんなでどうもです。またよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。よろしくお願いします。ヤンディさんありがとう。またね。いい。またね。よいしょ。
ヤンリーとゲンちゃんはできてるな。できてるな。いや、ピアノのペダルがないっていう。歌わんのか、あいつ。うん、歌わなかったね。ゲンちゃんが歌わない日珍しいんだけどね。うん、できてるね。うん、恋人だね。うん、ラブリーだったね。うん、素敵な国際交流。ゲンちゃんコミュ力高すぎるでしょ。なんで銭湯に行って筋トレしてる外人に話しかけるんだっていうね。コミュ力高すぎるわ。俺だったら速攻に行けるわ。ゲンちゃんを持ち上げるんだろうね。ゲンちゃんは猫だよ。ゲンちゃんは猫。うん、そうなんだよ。いや、コミュ力高すぎるでしょ、ちょっと。で、結構英語ペラペラなのかなって思ってたら、なんか全然たどたどしくて、そこがね、俺の今日の萌えポイントだった。ゲンちゃん英語ペラペラ風だったけど、俺の勝手なイメージでバリバリ英語喋れる感じだったけど、すごいコミュ能力の高さで、片言の英語で、あそこまで、家に友達を招く、そのコミュ力に感動した、ちょっと。コミュ力高えな。俺もね、結構コミュ力高い方で、ゲンちゃんより英語できないけど、アメリカでホームステイやったからね。うん、っていうか、ほぼ日本語で通したからね、俺。水飲みたいって言ったら、通ったからね。水って言ってたら、水くれたからね。なんかね、しつこくね、10回ぐらい言うとね、相手が何かを察してくれてね、水を持ってきてくれるようになって、水飲みたいって言うと水をくれるようになって。うん、いや、そんなもんでしょ。俺だってアフリカとか、人間嫌いだけど、意外とコミュ力は高いから。コミュ症なんだけどコミュ力高いっていうね、変な人間なんだよ、俺。人嫌いなんだけど、コミュ力は高い。知らない人とか全然話しかけられるから。てか、知ってる人の方が話しづらいかもしんない、俺。繊細だから。何のために、いや、なんか、いやいや、昔から変わんないよ。アメリカ行きてみたいな、なんか市の交換留学があって、なんかすげえ安く2、3週間ぐらいで行けるの。 2週間ぐらいかな。そう、10万ぐらいで行けるから、審査してみたら受かった。合うじゃん、中学校とかの交換留学みたいなのあんだ。YouTube の本社があるところだよ。サンブルーノっていう街。市の交換留学の市の字が市の交換留学ってすごいなんかドラマが広がるよ。ふんふん。で、俺の家たまたま当たりで、なんか向こうの家、向こうからも来るんだけど、なんか金持ちの家で、なんか中流よりも上流ぐらいの、まあ中間層、なんか貧乏な家庭ではなくて、うん、で、スティーブンっていうのとマイクっていうお兄ちゃんがいて、で、お母さんとお父さんがいるんだけど、面白かったよ。
アメリカ。お母さん好きだったね。なんかよく俺をタカって呼ぶんだけど、ヘイタカっつって、クレイジーアメリカンっつって、お母さんは、マミーは。アメリカ人本当に狂ってるからね。なんか狂ってるしバカなの、アメリカ人って。本当にびっくりするぐらいバカなの。だけどなんか能力が振り切ってるし、なんかすげえ楽しそうなの。なんかいい意味のバカみたいな。ね、なんか、やーい花火ありがとう。やーい意味がわかんねえな。出た。うん。匿名でやったらそれネタ通用しないでしょ。だからダメだっつってんのに。いきなり匿名でやーいっつっても前振りが誰もわかんないでしょ。俺しかわかんないでしょ。そういうとこなんだって。花火ありがとう。なんだろう、アメリカ。なんか、その、もう粗相なのが分かっちゃった。あの、なんていうのかな。なんか、ドラムにしても、絵にしても、スポーツにしても、レベルが桁違いに高いの。なんかもう、中学生なのに、なんかもうほんと日本でプロのレベルだろうっていうぐらいドラムとかもうまいの。ドラムうまいやつは。だけど、ドラム以外何もできないの、そいつ。で、絵うまいやつは、絵はめちゃくちゃうまいの、ほんと。お前ほんと中学生かよっていうぐらいなんだけど、何もできないの。ほんとにね、極端なステータスの振り方をしてて、バスケットうまいやつは、バスケしかできないの、ほんとに。ほんとそんな感じ。で、カリフォルニアとかの街とかのパフォーマーとかもレベルくっそ高いのよ。街のパフォーマーがもうなんか日本のストリートパフォーマーとレベルが桁違いなの。タップダンスとかいろんなのがいいんだけど。で、それにびっくりした。なんかもう一点、もう自分がやりたいことしかやらないのよ。彼ら。それで飯食うって腹くくってんの、もう全員が。なんかそのアメリカンドリームみたいな文化があって。で、それがすごい衝撃。まあ今の俺の人格形成にすごい影響を与えてるんだけど。あと、なんていうのかな。わかりやすいっていうのかな。極端なのよ、すごい。だから、日本人がびっくりされるのって、中途半端なんだよ、日本人って。運動神経もそこそこ良くて、勉強もそこそこできて、カラオケとかもそこそこできて、みたいな。なんか全部が平均化してるイメージ。日本人のイメージ。でもアメリカ人って、その、自分のプロフェッショナル性みたいなものをすごく高めていって、他のことはクソみてえにできないの、ほんと。ビビるよ、マジで。何にもできない。ほんとポンコツなんだよ。極端に言うと。でも、それがすげえかっこいいと思って。で、みんな、そういう人たちがアメリカ中にいて、その、一個のジャンルを競うから、まあ、世界一の人が多いっていうのはすごく分かったっていう。だから親とかもそういう風に教育してるし、それが当たり前だから、アメリカにとって。その、人と違うことやってるっていうのが当たり前だし、そこにリスペクトがあるの。あと、すげえ面白いと思ったのが、日本人ってみんな同じ服着てるじゃん。みんな同じ服着てるじゃん。みんなユニクロじゃん、簡単に言ったら。アメリカ人って面白くて、カリフォルニアね、サングラスに、なんかタンクトップとか短パンに、おっぱいプルンプルン揺らしながら美女が、こう、いやー、はい、花火、グレート花火ありがとう。どうしたんだろう。ぶっ壊れたのかな。え？ありがとう。別の人じゃん。ありがとう。ありがとう。あのね、タンクトップでおっぱいお姉ちゃんが綺麗なのと思ったら、なんか黒ずくめのスーツにサングラスをつけてる人がいたの。サングラス。で、何このって。みんな違うのよ。もう野球のユニフォーム着て、本当に野球のキャップ買って試合服みたいなの着てるバカもいれば、バラッバラなのね、服装が。そこにパンクス
りとか、もうバラバラなのよ、街中が。で、黒いスーツ着て、サングラスかけてるのいたから、黒縁のサングラスに、真っ黒のスーツ、いたから、スティーブンに、あいつ殺し屋だろうってふざけて指さしたの、俺が。Hey, Steven! つって、殺し屋だろうって、マフィア、マフィアって言ったら、No, no, no, no! って本気で言うの。お母さんとかも、No, no, タカ No, no, no! って言うから、えみたいな感じじゃん、こっちからすると。黒いアタッシュケースとか持ってんだけど、え、なんでそんなリアクションなのって聞いたら、ママが、本当にマフィアだからダメだよって言う。あいつは本当に殺し屋だから、声かけたらダメだよって。指さしたらダメだよ、殺されるよって本気で言ってんの。バカすぎるだろうとか思って。殺し屋が本当に殺し屋の格好してるんだよ、向こうって。俺、ほんと腹抱えて笑ったもん。もう、真っ黒いスーツに、アタッシュケース持って、黒いサングラスかけて、カリフォルニア街中歩いてるんだよ。バカすぎるだろ、アメリカ人とか思って。もっとバレない格好しろや、とか思って、くっそ笑ったもん、俺。マジで言ってんの、ママ、つった。ノータカーって。あ、マフィ、殺し屋だからダメだよって。本当に殺されるよ、つって。いや、もう本当にわかりやすいの。だから見た目、野球好きなやつは野球のユニフォーム着てるし、殺し屋は殺し屋の格好してるし、バカはバカな格好してるから。うるせえわ。一覧40からかマグマなんです。いや、すげえ面白かった。アメリカ。で、あのね、不器用。やつら。折り紙にすげえ感動する。折り紙が折れないんだよ、バカだから。面白いでしょ。何回教えても、紙の角と角を合わせらんないの。折れないの。だから日本人が手先器用っていうのは、あれ本当だよ。折り紙をまっすぐ三角形折るとか四角とか折れるじゃん。いや、マジマジマジ。折れないの。きっちり三角形とかに、四角い紙を折れないんだよ、あいつら。なんかね、感覚が全然違う。で、その交換留学だから、やっぱ2週間家に住んでるから、そこがすごい貴重な経験で、密の経験ができるわけじゃん。で、言われたのが、よく怒られたのが、俺もう一人、男の人がもう一人、二人です、その、お世話になってたのね。二人でホームステイしてたの、男の子。で、こいつが、賢子なんだよ、簡単に言うと。隣の中学校のやつなんだけど。いや、俺アホじゃん。で、その賢子に、なんか、俺が言ったこと通訳しろとか、わけのわかんないこと言ってたんだけど、よく怒られたのが、やめてそれって言われたのが、アイコンタクトをすごい怒られた。俺らは無意識に、こうやって今みたいに目で会話するな。なんか聞いたら、その目である程度日本人ってわかるんだけど、外人は全く意味がわかんないらしい。日本人は言葉を喋らないで、テレパシーみたいなのを使うだろうみたいな。それすげえ気持ち悪いから、俺らからすると、魔法みたいな、なんか魔術かけられてるみたいだし、お前ら目で会話して、なんかうんうんとかやるだろうって、あれ気持ち悪いから本当やめてくれって言われた。うん。いや、市の交換留学だからでしょ。だから、俺らが普通にアイコンタクト取れるっていうのが、実は西洋人、まあアメリカ人だからなのかもしれないけど、アメリカ人からすると、不気味でしょうがないらしいよ。ほんで怖いって言ってた。うん。俺らほら単一民族じゃん。一応ほら、肌の色とかもほぼ一緒だし、もうずーっと島国で、ずーっとコミュニケーション、DNA に刻まれてるぐらいさ、ずーっと一緒だから、もう言葉がなくてもあうんの呼吸っていうのがあるんだけど、あいつらにないんだよ。逆に言ったら多民族国家だからイエスとノーはっきり言わないとダメなの。アイコンタクトっていうかね、オーバーだね。ボディーランゲージとか。要は、アメリカ人って日本人が思ってる西洋人って、20% か 30% しかいないんだよね。ほとんどがもう、バラバラなの。その、フィリピンからアジアから黒人からってもう多民族国家なんだよ、あそこって。だから、単一の文化じゃないの。だから、イエス、私はこれが好きとか、私はこれが、
嫌いってはっきり言わないと、そのもともと持ってる言語も違うし、もともと持ってる文化がバラバラじゃん。あの国って200年しか歴史がないから、だからイエスとかノーとか言わないとダメなので、すごい尊重をするの、そのイエスとノーはっきり、もうすごい、だからさっぱりしてるっていうのかな。俺はこれが嫌いって言ったら、あ、そうなんだ、嫌いなんだみたいな、俺は好きなんだよねみたいな、そういう感じだね、うん。オーバーリアクションなもそこに繋がってて、要は言葉がもともと別の英語じゃない人たちもいたわけじゃん、民族として。だからオーバーに気持ちを伝えないと伝わらないっていう前提で彼らはコミュニケーション取ってるんだと思う。曖昧がない、うん。曖昧なんか通用しないよ、本当に。全然通用しない。で、文化が違くても嫌いでもリスペクトは必ずあるの。でも日本人的だなって思うのが、やっぱり同調だよね。俺は嫌いなんだよねって言うと、え、私の別の会話してんのに、俺例えば何々嫌いなんだよねって言ったら、え、私のこと嫌いなの、私好きなんだけどみたいな、そういうなんか感じに見えちゃう。もう白か黒。うん。あ、でもね、アメリカにはアメリカの欠点もあるよ。あと日本に帰って気づかされたのが、なんで頭を下げるんだって言われた時に答えられなかったの。いただきますってなんだって言われたの。実はね、これもう30過ぎて分かるようになったんだけど、それって宗教なんだっていうことが分かった。あと、もともとなんで頭下げるのかも俺らも自然にやってるから意味が分かんないじゃん。あれ侍の文化なんだよね、もともと。要は侍って刀を帯刀してるじゃん。だから要は殺す職業なわけよ。管理をする職業だから。だから、しかも、位が高い職業なわけでしょ、武士っていうのは。だから、武士に平民が頭下げるのは、その、首を差し出してるんだよね。不利な状況にしてんの、格闘技でいうところ。要は、歯向かう気はありませんよっていうのが礼儀なの。じゃないと、身構えてたら、切られるから。そう。で、侍同士の場合は頭下げ合うわけよじゃん。それが敵意はないですよっていう行為なんだっていうのを後から勉強して日本に帰ってきて分かった。それの習慣で俺らペコペコすんの。こうやって。お辞儀をすんの。あと、いただきますっていう言葉アメリカにないんだ。要は、神様から食物を与えられたから、神様に対しては、ありがとうっていう感謝の言葉は、クリスチャンだったら言うの。天に増します。我らの父を皆が崇められますように、御国が来ますようにとか。要は、主に対してありがとうは言うけど、牛は牛なんだよ。牛に対して命をいただくっていう概念がないの。うん、だから、日本人は、なんで食べるときになんかわけのわかんない呪文を毎回唱えるんだって、笑われた。いや、面白いよね。こういうのをね、マックス・ベーバーの定義ではエイトスって言うんだけど。要は宗教な。他の国に行くとわかるよ。うん。ああ、それはジョークだね。うん。イギリスはうまいものがないっていう。それはイギリス人の高度なジョークだね。イギリスはほんとまずいらしいもんね。うん、でも日本人は美食家だと思うよ。そうそう、俺らが当たり前のことは彼らが当たり前じゃないよ。あと、逆に、スティーブンたちが日本に来たとき、半年後か一年後かに逆に来るんだけど、向こうから日本に泊まりに来んの。それでもう、すげえ面白かったのが、コンビニ行こう、コンビニ行こうってうるさいの。なんでコンビニ行きたがるんだ、こいつら、みたいな。みんなそうなの。で、コンビニ行きたい、コンビニ行きたいって言うから、なんでこいつらこんなコンビニ行きたがるんだ、連れてくじゃん。お母さん、つって、コンビニ行きたいって言ってるから行くわ、つって、気をつけてね、みたいな。で、コンビニ行くと、わーおとかずっと言ってんの。感じなんだよ。わーおとか、本当にそんな感じのリアクションなの。
で、何がそのワオなのか意味が分かんないじゃん。で、なんでお前らそんなコンビニ行きたがるのって、なんでコンビニそんなアメリカ人好きなのっつったら、コアラのマーチ手に取って、タカ見ろと、なんだこのパ、このクオリティはっていうのお菓子がうますぎると、なんかこのコアラのマーチのパティシエは誰なんだみたいなことを言うのよそのこれを作ってるやつはとんでもないパティシエに違いないみたいなことを本気で言うの、コンビニのお菓子で。 なんかグミとか食ったりとか、なんかいろんなそのポテトチップスとかでも、なんでこんなに種類があって、コアラのマーチが特に好きだったんだけど、スティーブンはね、もう味のクオリティがレベルが違うと。そうで、確かにアメリカのチョコレートとかってなんかまあわかるじゃん、なんか濃いっていうかさ、あの味は一緒なんだよね。あとグミもあの硬いやつしかないんだよ。で、形がクマなのかワームなのかコーラの瓶なのかとかでやたら色はついてるんだけど、基本的に味一緒なんだよね。だからジャンクフードの文化だから、だから雑なの。俺は別にあれ好きなんだけど、あのアメリカっぽいバカっぽい味が好きなんだけどあんなもん食ってっからバカになるんだよな、あいつら。あれがアメリカだと思ってるからいいんだけど、もうアメリカ人からすると日本の100円とか200円で買えるお菓子のレベルが高すぎて、もう感動するんだって本当に。なんかもう超一流のパティシエが作ってるに違いないって勝手に思い込んでて、で、まあ俺嘘つきだから、そうだよっつって、これは篠山紀信っていう世界を代表するパティシエがいてとか、そう、嘘ばっかりついた。そう、これは、このお菓子は草間弥生っていう、とんでもないパティシエがいて、とか。これは、フランスから来た、リチャード・カルロスっていうパティシエがいて、とか、嘘ばっかり教えてたんだけど。で、あと、もう一つ言うのよ。何がすごいって、これはね、答えらんなかったの。本当に意味がわかんなかったんだけど、言われて気がついたんだけど、なんで、コアラの絵が描いてあるんだって言われたの。なんで食べるコアラ、こんなに美味しい、すぐ食べてなくなるのに別の絵が描いてあるんだよタカって言われて、で、このアンパンマングミを見てごらんと、アンパンマンじゃないかと、なんで食べ物にここまでその造形がすごいんだみたいなこと言われて、確かにと思って、あとパッケージがなんでキャラクターが描かれてんの、こんなに可愛いアニメがあって、で、俺もそれ答えふざけようと思ったんだけど、あれと思って、確かにお菓子に絵が描いてある意味がわからないし、パッケージにアニメとかバッてあるわけじゃん、これの意味って別にないわけじゃん、言われてみたら。だけどあいつらからするとパティシエが一個一個筆を取ってコアラの絵を描いてるイメージなんだろうね、多分ね。職人がコアラさんのそう。でも言われてみたらさ、確かにあいつらの感覚の方がまともじゃない？コアラの絵が描いてある必要性なんて全くないじゃん、コアラのマーチに。だから日本人って何でもキャラクターが描いてある、しかも可愛いっていうのがすごい、もうこれなんか友達にあげたいとかアメリカに持って行きたいってずっと言ってたね。うん、面白いし可愛いって、俺らもう当たり前になってるじゃん、その感覚が。だからね、なんかそこのなんか言われて初めて気がつくみたいなものはあったね。言われて、ああ確かに、なんかなんで俺らこれやってんだろうなみたいな、面白かったね。日本人らしさなんだろうね、そういうところは。あと居酒屋がね、これはそのスティーブンとかの経験ではないんだけど、居酒屋っていうものにハマるので、なんでかっていうと、パブとかはあるんだけど、向こうとかバーとかパブとかクラブとかあるんだけど、居酒屋がないので、居酒屋はすごいと、個室になってて何でも頼めると、ピザから焼きそばから、要はなんかすごいよこれみたいな、安くて美味しくていろんなもの頼めてみたいなこと言うので、それをね、
アメリカでなぜ流行らないのかっていうのを、起業家、アメリカの起業、アメリカで事業をやってる人にと話し合ったことがあるんだけど、アメリカでは居酒屋できないって言ってた。やったら流行るんだけど、地政学的に無理だって言ってた。なんでかっていうと、レイプするからって。個室で本当は何でも頼めるっていう文化は持っていったら絶対流行るんだけれども、流行るし大衆的にスタンダードになりそうだと思うけど、向こうって個室が、になると、レイプ犯罪起こっちゃうから、店側が責任取れないんだっていう、拳銃社会だし。だから、向こうはできないって言ってたね。ほえーってなったね。ん？あれ？ちょっと待ってね。通信エラー？あれ？通信エラーってなんだ？はい、こんばんは。見えてる？見えてます？いや、電波が悪いんじゃなくて、相変わらずのサーバーだね、サーバー。重いね、なんかね。治ったかな？見えてる？はいはい。タイマー。うん。ブルーカラーだったね。見えてる？うん。重い？なんだろう、重いの意味がわかんないな。プツプツってこと？いやいや、重いっていう単語、どういうこと？ピーティピーティってこと？ポタポタってこと？ラグってるってこと？どういうことだろう？くるくるってこと？今大丈夫？はいはい、安定した、うん、何の話したっけ、うん、ホームステイか。あ、居酒屋の話か。まあまあ、終わっちゃったな。まあまあ、アメリカの体験はそんな感じだったけど、なんか、日本のいいところ、日本の悪いところがすごく分かったよ。なんか、アメリカに行ってみて。うん、また行きたいな、アメリカ。いや、日本ってやっぱ、あのね、日本のスタンダードって世界のスタンダードじゃないんだよね。あの、日本人が常識だと思ってること、世界の人からすると常識じゃないってよく言われてるじゃん。そうそう。それがすごいよく分かったね。それいいか悪いか問題は別として。なんかね、日本人があとね、西洋人だと思い込んでるっていうのはよく感じた。日本人はイエローなんだよね、あくまで。だから、その自分たちしか知らなくて、テレビとかでその外人ばっか見てるから、自分たちがね、アメリカだと思ってんだよね。僕がアメリカ武者修行をしてきたときは、ママが作ってくれたランチボックスが注目の的でした。日本弁当、マグマです。はい。はい、そうですか。長文ありがとう。どうしたいの？あなたは。あなたは、どうしていきたいの？今後。もう迷走してるでしょ、去年の末ぐらいから。すごい調子悪いでしょ。本当に広げ方教えて、逆に。そのコメントの広げ方教えてよ。
薬師さんになりたいんだ。なんかね、最近ね、あのカレー王みたいに面白いコメントが書けないコンプレックスからね、コメント絶賛瞑想中だから。マグマさんは、もう本当にあの収集つかなくなってる。面白くなれない。堅物だから。真面目に堅物だったから仕事と勉強とスポーツばっかりやってたから、あのユーモアが足りない。ユーモアが絶望的にユーモアがない。ユーモアってどっから来るんだろうね。大事だよね、ユーモア。あー、体の調子悪いな、本当に。なんかね、俺ね、地元に一人だけ、こいつが配信か、こいつが YouTuber やったら天下取っただろうなっていうやつ一人だけいる。もうペラがめちゃくちゃ面白くて、すっごいんだよ、そいつ。超努力家で、なんだろう。飽きっぽいんだけど、ものすごい才能あるやつなの。で、喋りに関しては、あの、はっきり言って石川紀之とか余裕で超えるぐらい面白い。なんだこれ。なんかおかしいね。トークしづらいわ、こんなの。なんか変だね。いや、もう、石川紀之よりも、スター性もあるのよ。そいつ。いや、同級生なんだけど、ただの。今何やってんだろう。なんかやればいいのにっていう。何やっても多分天下取れたよ、そういうやつ。え、見えてない？見えてないかな。ダメ？おーい。なんか変だな。戻った？なんか変だね。やりづらいよな、もう。ふわっち、いい加減にしろよ、ほんとに。大丈夫。たまになんかね、バグって5分ぐらい一人で喋ってることとかあるから、悲しくなるんだよね。プツって切れた時に気がついて、え、俺5分間このトーク一人で喋ってたのっていう、すげえ悲しい気持ちになる。5分一人つ石川より我が道の方が面白い。あのね、面白いってすごい難しいんだよね。あの、これ、俺石川紀之さんすげえと思ってるの。いや、本当に面白いと思ってんの。ただなんだけど、大衆的なもので受けるっていうことって、バカに受けるってことなんだよ。で、その、配信とかやってて、俺が最も嫌うものとか、配信じゃなくてもそうなんだけど、俺バカが嫌いなの。だから、あのね、やってて思う。あの、本来は人数ね、集まる放送じゃないだろうなって、この放送って。だから、200人とか300人とかになっちゃうと、バカが来るから、だからね、バカ向けに話せる能力ってすごい重要なんだよ。わかりやすさって言えばいいのかな。言葉をきれいにすればわかりやすさなんだけど、だから、有吉さんがすげえいいこと言ってて、メジャーになるっていうことはバカに見つかるっていうことなんだっていうことを言ってんの。だから、実はね、その、深夜だったりさ、ラジオだったり、そういうコアなコンテンツの方が面白かったりするんだよね。そう。どこに向かって受けてるのかだと思ってて、
で、やっぱりね、俺ね、20代とか10代の女の子に受けるようになったら終わりだと思ってるんだよ。みどりさんは、いや、みどりさんはちょっともっとコアなところだよ。みどりさんはもっとコアコンテンツだと思う。サブカルコンテンツだと思うね。じゃあ、沼のふりするっていうコンテンツだから、あれは。で、俺は沼のふりしてるんだぜっていうコンテンツなんだけど、本当に沼っていうところが面白いの。要は、俺は沼じゃなくて、お前らこういうの受けるんだろ？沼キャラだよってやってるんだけど、いやいや、お前沼だからっていう笑いなんだよ。だからすごい複雑な笑いなの。うん。にわかのサブカル向け、いや、みどりさん自身はサブカルだと思うよ。横山みどりそのものはサブカルだと思うよ。暗黒リスナーっていうのもサブカルだし。あれはサブカル認定していいんじゃないの？うん。っていうかね、多分なんだけど、俺サブカルっていうよりもね、多分ね、ここの放送ってカウンターカルチャーなんだと思うの。あの、サブカルじゃないんだよ、ここは。カウンターなんだよ。あ、俺もね、これこれとか無理。俺もね、これこれさんとかのりゆきさん、話は面白いし、テンポもいいし、すっごいレベル高いんだけど、内容が何一つないんだよね。だからね、そこでね、なんか萎えちゃうんだよね。なんか、へーとか、すげー面白いっていうよりは、なんか、パリピの奴らがワイワイ居酒屋で飲んでてる時の面白い人の笑いみたいな。うん。なんかね、俺は好きな笑いではないね。もっとね、スローテンポなやつがいい。そうそうそう。内容は一切ないんだよ。その、場の空気を楽しむんだよ。ヤンキーとかパリピって。だから俺はね、正直言うとね、のりゆきさんの放送とかね、これこれの放送はね、全然面白くないんだよね、正直言うと。なんかこうグッと来ないっていうか、知的好奇心とかが満たされたりはしないんだよね。まあまあ、あれもあれでもちろん本人たちは役割としてやってるんだろうけど、なんつうんだ、キャラクターとしてやってるというか、まあしょうがないよ、仕事だもんね。ご飯ある？シャちゃんご飯ある？見せて。シャちゃんご飯ある？見せて。ごめんね。立ち回りがね、下手くそっていうかね、俺ね、嫌なんだよね、その、なんていうのかな。下手だよ。正直言って。下手なのもそうだけど、なんかね、嫌なんだよね。ちょっと待って、ご飯買えるから。なんかね、その放送回で生放送系で勝負してる人よりも、自分の世界観持ってて放送を道具として使ってる人が好きなんだよ。牛島いい肉とかさ、ぴょこたん先生とか、えみさんとか、世界観があって、その表現の一個のツールとして、配信っていうものをただ選択してるだけだよっていうポジションが好きで。なんかね、その配信者と比べられるのが一番嫌なんだよね。正直言うと。お前は配信のどこどこで何々に負けてるとか言われるのが、いや、俺、あいつらと勝負してねえから最初からっていう。そういう感覚はあるよ。あいつらと同じ土俵にしないでほしいっていう。それは、正直ある。あそこで勝負してないからっていう。それはね、配信始めた時からそうだった。っていうのも、他の配信者って憧れの配信者がいるんだよ。金梅さんとかさ、誰々とか。それはそれでいいことだと思うんだけど、俺もともとリスナーをやったことがなかったの。
放送っていうものを見たことがなくて放送を始めちゃったパターンだから、立ち回りうまいと思うよ。だけど、なんだろうな。それってさ、その本来の、なんだろう、放送っていうのかな、生放送に対する。だからね、多分ね、配信会の中でみんなどうしたいっていう風に考えてると思うの。配信者の多くは、配信会のポジションでどこにつきたいっていう勝負をずっとやってんだけど、俺そもそも配信者のそのピラミッドの中でどこにつきたいとかないのよ。本当になくて。ただ、その自分の閲覧だったりとか、自分を見に来る人が何人集まるかっていうのには興味あるけどね。自分の放送を楽しみにしてくれる人が何人集まるかって。だから俺極端にさ、他の人を話題にあげないのよ。なんでかっていうと見てないから、そもそも。そこはね、多分ね、他の配信者と違うところだろうね。みんな配信好きなんだなって思うもん。配信者で集まるとみんなずーっと携帯で配信見てんのよ。他の人の。俺全く見ないもんね。餌買ったよ。追い抜かれた。どうなんだろう。追い抜かれたのかな。ご飯買ったよ。いや、配信者同士の慣れ合いほど無意味なものないでしょ。このやりとりに何の意味があるんだろうって毎回思うもんね。だからさ、配信者っぽくない人が好きなカオスとか石野とか。彼ら、カオスとか石野って別に配信、配信に媚びてないじゃん。配信に媚びてる人嫌なんだよね、なんか。媚びてるようにしか見えないんだよね。配信者っていうか、リスナーに媚びてるっていうか。リスナーに媚びてる人見るとうんざりする。辛いよね。お豆。ソペコの餌をね、今瓶に詰め替えてる。立ち回りが下手ね。なんか、3ヶ月も経って見なくなるようなリスナーって、もともと自分の客じゃないじゃん。もちろんなんつうんだろう、ファーストコンタクト、知ってもらうきっかけみたいなのは必要かもしれないんだけど、なんだろう、自分の何かしらの魅力で人を引っ張れないと、そもそも意味がないと思ってて、もう腐るほど見てきたからね、それでダメになってくやつ。いや、売名根性で、誰かの金魚の糞やったり、炎上させたりして、結果ダメになって終わっていく人っていうのは。はい、こんばんは。詰め替えと、あとミックスだね、サプリメント。今、カルシウムをミックスして、今度はビタミンをミックスするっていう。サプリの調合をしてます。よいしょ。緑を詰めたら、混ぜると。
なんかそもそもなんか誰々さんすげえっていう文化ってあるじゃん。誰々さんすげえ、誰々さんかっけえ、誰々さん誰々さんっていう、俺ああいう文化が嫌いなの。そのなんかそのすごいやつなんかいねえだろみたいなすごくねえから配信やってんだろっていうふうに思ってるから。はい、わたつ。なんかその神格化していく文化あんまり好きじゃないんだよ。そうそう、ペコと釈迦のご飯を調合してる。フリフリしてね、サプリを混ぜる。今夜パン食べたもん。買い物行ってきて、いろいろ買って。カメラのブロワーなくしたからブロワーも買ってきたし。年重ねればそのこだわりもどうでもよくなってくる。今はとことんこだわっていいと思う。え、そのこだわりって何？どのこだわり？え、どのこだわり？え、どういうこと？なんか俺こだわってるっていう話した？なんだろう、何の話だ。調合の話？なんだろう。何のことですか。キャラ設定が急に変わった？ちょっと待って、年を重ねれば、ああ、マグマさん見逃さないね俺初見だと思って対応しちゃったマグマブレすぎててもう分かんないよ俺どう持っていきたいのかが分かんない。マグマさん混乱してるからざわってなる完全に今初見だと思って対応したからね。なんでこいつめんどくせえなと思って分かりづらい。サムネと名前が変わったら俺からすると別人だから、ね、顔と名前変えたようなもんだから分かりづらい本当。なんかセフィゾーみたいになってきたな来た。ミックスされた。よいしょ。計量カップ入れて。シリカゲル入ってたっけな。シリカゲルどっか入ってたっけ？入ってるね。釈迦のご飯できました。パンパンです。で、今度は、スイーツ。釈迦のおやつの方。蜂蜜入りのおやつと。
これ可愛くない？100均で買った釈迦のスプーン、軽量スプーンがフライパンの形になってんの。超可愛くない？これ。超可愛くない？フライパンで、いやもう、いやわかんないんだって。フライパン可愛いでしょ。超可愛いんだけど、軽量スプーン。うん。いいでしょ。小さい2個セットで、ダイソーでね、可愛いと思って買っちゃった。ちょうど軽量スプーンなかったから、この釈迦のこの軽量スプーン。釈迦と、フルーツのいい匂いな。これ大好きなんだよね。ドライフルーツの蜂蜜ミックスみたいなやつ。いや、俺ね、女に生まれたかったんだよね。本当にね、あの、女の人に生まれたかった。いや、炊事洗濯家事やって、専業主婦になりたかったね。マジで。なんで男の人は主婦やったらダメなんだろうってずーっと思ってたもんね。あ、かわいい。うわー、かわいい、ほら。フルーツ。いいね。そうそう、シルバニアファミリーみたいな。女の子の方が絶対幸せでしょ。そう思いません？絶対男より女の方が幸せなんだその奥底の気持ちを察してゲイが寄ってくるのか。いや、ゲイが寄ってくるのはね、あのね、違う。あのね、あのゲイとおばさんが寄ってくるのって、俺わかるんだよね。あのね、多分優しいから、自分で言うのも変だけど。あのね、要は、なんつうの、若い時の女の人のセックスしちゃいって、その、DNA レベルなんだよ。イケメンかとか、運動神経がいいかとか、なんて言えばいいんだろう。生物的っていうのかな。動物的感覚でパートナーを求めてるんだけど、年取ってくるとそういうものって邪魔になってくるんだよ。人間性だったりとか、そういう部分を普通に見てくようになるから、居心地の良さだったりとか、その人の雰囲気みたいなものとかじゃん。で、ゲイの人ってどちらかっていうと、俺の感覚だよ。ゲイの人とか、そういう人って、女性よりも女性らしいから、ああいうポジションなんだよ。女の人よりも女を意識しないと、ああいう雰囲気を出せないわけじゃん。だからね、おばさんに受けるのとゲイに受けるのは、俺はイコールだと思ってんだよね。バカプレゼントありがとう。あとね、俺はね、ポジショントークが下手。要は、自分のポジションを理解して自分に合ったトークをすればいいのに、自分がその喋りたいこと喋っちゃってるから、だから受けが悪いんだと思う。要はさ、マツコデラックスがなんで毒舌キャラが通用するかっていうとさ、あれは人間じゃないポジションだから何言っても構わないっていうポジションだ。要はさ、女の人にブスって言われたら女の人って傷つくと思うの。女の人があなたブスねとかブサイクねって言われたらはって思うじゃん。だけど、なんつうんだろう。モンスターにあなたブサイクねって言われても聞かないじゃん。あれが、その、
ずるいんだよね。だからオカマって一定のテレビでオカマ枠ってあるじゃん。ピーコとかおすぎもそうだし、そのオカマ枠、要は全員毒舌キャラだったりするじゃん。あれはわかるんだよね。そう、普通の人が言っちゃいけないことをオカマだったら言っていいっていう。で、そのなんだろう、その自分がその側ね、見た目とかで求められてるトークってあんまりね、自分でやりたいトークじゃなかったりするから、それはね、すごい、いつも憤りを感じるよね。キャラクターとして求められてるトークと、いや、喋りたい本当のトークがずれすぎてるっていうか、すごいね、いつも複雑な気持ちになるんだよね。寄せることもできるけど、それ寄せたらなんか何やってんのか分かんなくなっちゃうなっていう。アイテムありがとう。お金っていう概念がなくなった時にやりたいことが本来あなたがやるべきことっていう、あの考え方すげえ好きなんだけど、もし世の中からお金っていう概念がなくなったらみんなって何やる？結構ね、その自分が普段どうやって何を毎日やってこうかなっていう時に結構これ意識して考えてるんだよね。世の中からお金っていう概念がなくなった時にやりたいなと思ったことがあなたが本来やるべきことですよっていう風に言われて、あ、確かにそうだよなって思ったんだよね。なかなか気合がいるけどね、それをやるには。
そうそう、写真集作りたいんだよね。写真集。出版ってさ、自費出版ってどれくらいでできんのかな？なんか文庫本の写真集作りたいんだよね。フォトブックって言うんだ。なんでコメントずっと止まってんの？もしもーし。レンゾさんとか詳しいかな？何これ？ずっとコメント来てるじゃん。マグマ中山のいいね39個ずっと止まってたわ。スマホのアプリで作れる？マジで？こんばんは。サイトに記載されてた20万。何の話？サイトに記載されてた20万って何の話だ？こんばんは。20万？何のサイト？文庫本サイズ。あ、結構高えな。文庫。フォリオ。L 版。文庫本サイズがいいんだよな。
いいねとかアイテムバグ。結構最近バグるんだね。誰の写真集じゃなくて、なんかね、東京スタイルっていう写真集見つけてすごい良くて、東京のワンルームのアパートの汚いっていうのかな、部屋だけをこう写真集にしてる作家さんがいて、すげえ良くて、もうただ部屋なの。部屋が何百ページも部屋があるの。すげえ良かった。スマホアプリであるんだ。部屋紹介とも違うんだよな。なんかね、不思議なんだよ、その部屋紹介でもないの。インテリア雑誌でもなくて、ちゃんと写真集として世界観が成立してて、もうなんか風景だけとか、もうなんだろう、それこそ俺の日常とかをパシャパシャセルフィーで撮ってって、それを本にするみたいな。で、物語すらないの。もうすげえ良かったんだよね。なんか惹かれた。部屋紹介でもないんだよね。なんか不思議なんだよね。東京スタイルっていう文庫本だったんだけど、で、あれはね、なんだろう、ウェブで見てもダメなんだよね。本だからいいっていうのあったんだよ。これわかるかな？全く同じ写真でも、もう本当に、こういう、これ本だからいいんだよね。これ本なんだけど、わけわかんないじゃん。こうやって部屋の写真が飾ってあるだけなの。でもね、これね、多分ウェブで写真見ても違うんだよね。いや、これすげえいい写真集だったよ。東京スタイルっていう写真集なんだけど。20年前なんだ、これ。たまたま本屋でパッて手に取ってみたら、すげえグッと来て、何このかっこいい本って思って。すげえよかった。伝え方がすげえうまい。本当に東京の家って感じなんだよね。もう本当に6畳か7畳しかなくて、物を詰め込んでるんだけど、そこに息遣いがあるんだよ。あ、この人こういう人だなとか、あ、この人の絶対女の人だとか、あ、この人音楽好きなんだ、レコード好きなんだとか、部屋の中から物語が伝わってくんの。あ、ここ高円寺だろうなとか、ここ中野だろうなとかさ。でもすげえね、よかったね。別に俺部屋取りたいわけじゃないんだけど、なんかごちゃごちゃした秘密基地みたいな部屋がいっぱいあるんだよね。いや、1500円だったかな、その本は。文庫本サイズは1500円だった。1万円プレミアがついてんの、その本。いや、再販してるよ。ちくま文庫から出てたよ、文庫本サイズで。いや、1600円で売ってるけど。なんかね、最近ね、アナログなものにね、惹かれるようになってきたんだよね。なんかこう、なんだろう。なんて言えばいいんだろうな。なんかね、世界観を持ってる人っていいよね。なんか例えば生主のさ、あの人すげえなと思うんだよね。写真やってる、セルフィーやってる、あの女の子なんだっけ？名前出てこねえな。なんつったっけな。
あの子の世界観すごい。まず一回古典行きたいんだよな。なんつったっけな。ロマンちゃんだ。ロマンちゃんの世界観すごくない？セルフポートレートずっとやってるんだけど、この子すごいなって思う、本当に。この子はマジですごいよな。ロマンちゃんの写真集欲しいもんね、ちょっと。この子世界観あるんだよな。なんでこういう人に閲覧が集まらないんだろう。すげえいい写真撮るのに。あれは結構手応えあったかな。あ、こういうのだよっていう。あのね、要は、いやもうほんとね、こういうのだよっていうのが、俺の中でグッときたの。要は、いいんだよって。これが、撮りたかったんだよっていう感じ。本当に。そう。あれはね、ナイスショットだよ。久々の。いいの。写真がうまいとか下手とか、白飛びだとか黒飛びだとか、もうね、それを超えた感じがあった。なんか、いいんだよって。俺撮りたいのこういうのだよっていう。なんか、もう本当光とかけたなっていう。本当に超テンション上がったもん。光と影なんだよ、もうただそれだけなんだ。だからキラキラしたもん撮りたくないの。ジメジメしたもんが撮りたい、もっと。あれ良かったね、すげえ。なんかそのグッときたね。そう、のりこの世界観だっていう、もう本当に本当に。だから、のりこの世界だよね、本当にね。そう。闇不景みたいな。あれは、なんかな、久々にグッときたっつうか、自分でもね、やったぜって感じだったね。やってやったぜっていう。本当にさ、シャッター切りまくる人なんだよ、俺。あんなにシャッター切らなかったの初めてだもん。ロマンちゃんすげえいい写真撮るよ。ロマンちゃんはすげえ、俺写真の先生だと思ってるから、勝手に写真の先生だと思って勝手に写真見まくってるけど。いや、真似ようとは思わないの。その、写真ですらないんだよね、彼女がやってることって。もはや自己表現を完全に確立してて、でもね、俺がやりたいのって俺を撮りたいわけだから、そのうまく撮れないんだよね。その距離とか設定とかがまだ馴染んでなくて、いや、ファインダー覗けねえっていうのがすげえつれ。本当にめちゃくちゃ難しいんだよ、本当に。その自分で自分を撮るって、でもこの前ね、パッと撮ったなんだっけな、歌舞伎町すげえ良かったんだよな。歌舞伎町 iPhone で撮ったんだけど、あれもう一回撮りに行きたいな。なんかね、要はね、なんか人がね、なんでこんなの撮りたがるのっていうのが好きなんだよね。なんかね、薄暗い路地とかね、トンネルとかが大好きなんだよ。俺の萌えこれなんだよ。これツイッターにあげたんだけど、
意味が分かんないと思うんだけど、俺はすげえ燃えるんだよね。こうグッとくるんだよ、この写真。こういう、なんなんだろう。何に惹かれてんのかよく分かんないんだけど、自分でも。何が好きなんだろう、こういうのの。いまだによく分かんないんだよね。何なんだろうな、これは。何萌えなんだろう。あの、トンネルもそうだったんだよね。なんでこんなところ撮るんすかみたいな感じだったもんね。いや、わかるんだけど、そう、自分の中の、その、グッとくるものがそういうものなんだよね。それがなぜなのかはよくわかんないけど。いや、もう、ふわっち、いい加減にしろよ、ふわっち、運営さん。直せよ、これ。放送にならねえよ、放送に。運営さんさ、稼いだらこれは、あ、ダメだよ。これ、ベータ版だよ、こんなのは。いや、すげえ大事な話してるわけだからさ。これはダメだよ。リスナーさんにも配信者にも失礼だよ。こんばんは。ね、もうだよね。運営さん、これは直してね、本当に。あの、お金払ってる人をバカにしてるよ、これは。うん。はい、みんなはどつ。毎回ひどすぎるよね、ちょっとね。ダメだ。パソコン、カオス、聞こえる？あの、俺パソコンで放送するから LINE で話さない。LINE で。もう一回5分待ってもらえないかな？時間ないかな？パソコン立ち上げるから5分待てる？パソコンで配信始めたら LINE でやらない？ LINE で。まあ、いっか。あ、うん、大丈夫かな？なんかね、ダメなんだよね、回線が。これカオスと話したいこといっぱいあるよ。だー、なんかグダグダだな、本当に。ひどいな、これ。ちょっとパソコンからでもいいっすか、リスナーさん。パソコンから配信で。カオスから応答がねえな。カオスどう？聞こえる？カオス。ちょっとパソ、ああ、ひどいな。